ちゃこんにちは。さあ豊さん、今日は日本ハムの話題です。何豊さんが、そうです、今ね、一番監督をしたいチームはどこって聞かれた時のね、反響がありましだったらしいですね。お前神々やないか。今焼肉だったのかね。あのね、日本ハム、まあ魅力のあるチームだよな。そうですよね。で、まああのね、昨日一昨日と行われたオールスターでも、はい、万波選手が、はい、ホームラン、はい、才能あるぞ。そうですよね。その他にもね、松本剛選手も出たりとか、才能ある、魅力ある選手たくさんいるんですよね。いや、いるんだよ。はい。ただ今また最下位に戻ってしまったというところで、7月が休止失速、借金が3-15、両リーグ最速の50敗、10連敗でリターンというところなんですけれども、はいはい、今日本ハムどうしていけばここからまたちょっとずつでも浮上していけるのかというところを、今日は豊さんに分析をしていただきたいと思うんですけれども、はい、まず改善点、まずね、はい、まあ、悪い時には特になんだけど、我慢が必要だよね、はい、で、まあ、ジタバタしてもしょうがない、うん、でみんながリズムを崩してる、まあ、そういった時に上げろって言っても上がらない、これはもう絶対そうなんだけども、まあ、だけどちょっと落ち着かせるっていうことはできるよね、はい、まあ、例えばその固定だよ、例えば1番の役割、2番の役割、まあ、クリーンアップの役割、森口が考えても、はい、あ、1番だったらこう、2番だったらこうかなっていうのはある程度、うんうん、頭の中想像できるでしょ、はい、役割っていうのが、打順の役割、うん、だからこう、そういうことを落ち着かしてやらせるっていうことが一番かなと思うんだけど、はい、まあ、例えば今日は1番打ちました、次の日は7番打ってます、役割が全然違うし、打順の巡りが変わるんだよ。そしたら野球のリズムが変わるっていうことを、はい、まずちょっと知ってほしいなっていうのが、はい、まあ確かに悪い時に、じゃあ監督としてコーチとして何ができるかっていうのは、まあ、打順の流れをこうやったら点が取れるんじゃないかなって、もう本当に試行錯誤するんだよ。でも基本的に試行錯誤した後に戻るのはやっぱある程度の基本に戻るんだよね。だからそういった意味では、例えば松本剛が1番なのか2番なのかとかね、で1番はまあ誰を打たしてもいいとは思うんだけども、まあ、クリーンアップは最低でも万波を中心にマルティネス、清宮とかね、はい、まあ、今川も上がってきてるから、まあ、今川が打てるようになればね、まだ結果上がってから出てないけども、はい、そういった人間たちを中心にちょっと考えた方がいいのかなっていうような感じがするよね。いまだに例えばクリーンアップ、あとその4番っていうのがずっとこう定まってないっていうのは、今シーズン、これはどういうことなんですかね。だから野村の構想が外れてるから、野村っていうのが開幕前にね、はい、君が4番を打つっていうね、まあ、そういう話から、まあ、状態があまりにも良くなくて外すところからちょっと変わってきてるけどね。だから、まあ、監督の考えもあるだろうけども、まあ、選手たちのその監督にの期待に添えてないっていうところもやっぱ問題があるよね。あと例えば万波選手がこの日は4番を打ちました、うん、で例えば次の日1番ですっていうこともあったりとか、ね、うん、これはどういうことですか。いや、だからこれもやっぱ狙いはあることはあると思うんだよ、うん、ただ弱いとさ、はい、弱いっていうか負けてくるとやっぱそこが原因じゃないかっていう話にはなるんだよね、うん、でも俺もいろいろ考え、日本ハムのことは好きで考えるけど、はい、まあ、だけどやっぱ万波は将来的な4番だし、クリーンナップだし、うん、だから、まあ、マルティネスがいるから、マルティネスを4番にしても、うん、まあ、万波3番とかね、ホームラン王争いに打順が少しでも回ってくるような感じで、まあ、3番にしてもいいし、で清宮は、まあ、5番でもいいしみたいな、まあ、そういう形を取ると思うけどね。そうですね、うん、だからキャッチャーはじゃあ誰なんだって、ね、じゃあ伏見でいいんじゃないかとは思うしね、はい、うん、例えばあの、まあ、郡司選手が中日から来てこの前あの4番を打ったりとかもありましたけれども、うんうん、まあ、郡司も4番を打たされるぐらいの選手だったら、はい、まあ、多分中日が出してないと思うんだよね、はい、でそこまで中日での実績っていうのもないしさ、でいきなりやっぱり4番ではやっぱ彼もプレッシャーがかかるし、他のメンバーがどう思うのかっていうことだよね、うん、だから
そういうバランスもいろんな思考のバランスもいろいろ考えた時にね、はい、まあ軍事の4番はないかなというね、まあ打てるキャッチャーというフレーズで入ってきて、で結果が出ずに、まあ、中日を出て、でキャッチャーをやらせず打てる、まあ例えば打撃に集中できる、まあ、DH だとか、まあ、そういうところでは使ったりとか してるけど、やっぱここら辺も、まあ、キャッチャーを不審にしたとしたら、はい、マルティネスは DH よりも守備に使わせた方が打率もいいしね、はい、だから、まあ、一塁なのか、だからじゃあセカンドは石井和、石井ピンで、はい、で、まあ、サード清宮、ショート上川端、うん、まあ、レフト松本剛、まあ、センターに、まあ、磯畑なのか細川なのか、はい、あ、まあ、ライトに万波という、はい、だから大体このぐらいのメンバーで、そういうメンバーである程度決まってるんだよね。で DH に今川であり、エゴシ選手とか、まあエゴシっていうのはやっぱもう守備固めとか、あ、まあ、ダイソーだとか、はい、うん、まあ、そういう形だよね。あのね、チームでね、一番良くないのは、あの役割を分からなくなってしまうっていうのが一番働きづらいんだよ、はい、で、あのみんなが迷い出すんだよね。この人たちはレギュラーなんだって、で俺たちは何かあった時にサポートをする、はい、まあ、もちろんチーム内ではレギュラーを狙う、まあ、若手もたくさんいるよね。だからなんていうの、その競争をさせる上でもやっぱレギュラーはレギュラーとして扱わないと、やっぱこう責任が生まれないということだよね。だからそういう責任の所在っていうのははっきりした方がいいよ。そうですよね。だからなんていうの、これレギュラーじゃなかったらまたこいつが出てきたとか、うん、今日はこいつが出てきたとか、うん、それじゃあね、やっぱレギュラーとして扱う人間がやっぱもう本当に少なくなるよね、はい、だから今で言えばもう万波ぐらいじゃないの、まあ、そうです、松本剛と、はい、あとはなんかこういろいろ変わったりとか、まあ清宮も使ってるな、3人ぐらいじゃないのかな。そうですよね、うん、あとはもう日替わりでね、ベンチスタートの人もいたり、うん、今日はスターティングメンバーだったりとか、これそのまあ新庄監督は去年のオフで、まあ、来シーズンは固定で戦いで、まあ、優勝を狙うってね、はい、今年ここまではなかなか固定っていうのができてないというか、してないっていうのはまだその新庄監督を試したいっていうのがあるんですかね、うん、だからなんていうのかな、試したい、お試し期間っていうのはさ、うん、ある程度もう過ぎたと思うんだよね、はい、でまあそれなりの厳しさもあの出してるよ、まあ、例えば野村をスタメンからね、一軍にいる時は外して、で次の日使ってみて結果が出たらその翌日はスタメンに入れてたとか、まあ、いろんな厳しさも与えながら、まあ、刺激を与えながらやってるんだけどさ、はい、まあ、だけどもなんかこう新庄監督の期待に応えられるだけの成績を残してる選手がいないっていうことと、はい、もう一つは固定したくても負け出すとやっぱこう流れをいろいろ考えちゃうんだよね多分、はい、でこの方がいいんじゃないかとか、いや本当試行錯誤してると思うよ、うん、まあ、だけどそれが当たらないっていうことはやっぱ一旦基本に戻して我慢をするっていうことが、まあ、一番なのかなっていうふうには思うけどね。これなんか変な話ですけれども、例えば今年岡田監督、阪神の監督ですけど、その岡田監督が仮に今の日本ハムの例えば監督に就任ってなった場合は多分固定で、あ、まあ、ある程度固定で戦うだろうね、我慢して、で打順もしっかり決めて、はい、まあ、例えば6番を変えたいって言ったら6番だけを変えるだろうね、うん、やっぱ役割っていうのは しっかり、はい、まあ、ポジションと一緒でやっぱ打順も役割をしっかり定めて固定をすると思う。それはやっぱり監督それぞれの監督の考えだったりとかで全然変わる、うん、ただそれが仮にもいいとも言えないからね。だから日本ハムの新庄監督が就任して以来固定っていうのがあんまりないじゃない、はい、ね、で万波だってファーストやってる時期もあったしさ、ポジションすら固定ができないという、だからそれは一つの新庄監督の狙いもいろいろありながら、
まあ、やってることだしね、まあ、それがハマらないんだろうね。だから一時期その4位まで浮上して、はい、でも ただ7月がやっぱり急失速して、その連敗もあったりとかで最下位っていう、この7月一体何が起きたのかなっていう、それプラス、いやだから日本ハムより下位のチームが調子を上げてきたっていうことだな。楽天と西武ですよね、うん、で楽天はやっぱり勢いに乗ってきたりとかすると、やっぱり実力のある選手は結構いるからね、はい、だから、まあ、数字を持ってる選手もたくさんいるしさ、だからそういう意味ではその固定で戦えるっていう楽天が、はい、だから調子を上げてきたから足元を救われたっていうところは、まあ、あるけどね、はい、うん、あるけど、それがやっぱそれを跳ねのけるぐらいのやっぱパワーがないとやっぱ上にはいけないよね。そうですね、うん、投手陣はすごい、まあ頑張ってるというか、どうですか、豊さん、うん、いや頑張ってると思うよ、うん、頑張ってるとは思うけども、まあ、例えばローテーションの中に、まあ、鈴木がいる、はい、で鈴木がやっぱこう慣れてきてるよね、相手が、でその左を並べられたりとかするとすごく弱さを出してる、はい、で問題はじゃあそれを使い続けるのか、うん、それとも変化を与えて中に入れちゃうのか、はい、とか、まあ、いろんなやり方はあるんだけど、じゃあここから後半戦になっていきますけれども、日高さん的にはじゃまずは、野手だとしてはその打順をある程度核となる部分はもうここから固定にしていくべき。そうだね、だから最低でもクリーンナップは責任を持たせて打たすべきだと、まあ、1から5ぐらいは固定した方がいいと思う。豊さん的に考えると1から5って、豊さんでいいんですけど、どのメンバーが1から5だといいですかね。まあ、一番その松本剛選手だったりとか、いや一番にちょっと優秀な人間がいればさ、うん、まあ、あの松本剛が2番でいろんなことができるバッターだから、はい、だから2番に置いときたいなと思う、ね、あ2番に松本剛選手、うん、だから1番は、まあ、例えば磯畑なのか、はい、細川とかね、うん、まあ、候補はいると思うんだけど、石井選手を1番2位の時も結構多いんですよね、今シーズン。だから石井もいいよね、うん、うん、バッティングが変わってきてるしね、はい、うん、だから石井でもいいし、でにそうなってくると2番は松本剛、はい、で3番万波、3番に万波選手、うん、4番にマルティネス、おお、はい、で5番に清宮、はい、ぐらいはなんかこう固定してあげてほしいよな。そうですね、うん、やっぱね責任の所在が分からなくなるんだよ。でまあ、失敗したら監督のせいだって言っていいって万波がね、うん、あのまあ、その通り、まあ、新庄監督はすごく度胸が座っていて、それは俺の責任だっていうふうに認めるけどね、はい、認めるけども、なんか選手として責任をやっぱ持ちたいじゃない、責任を持つ仕事じゃないと長続きしないと思うんだよ、はい、何でもそうだけど、はい、やっぱそこにプライドが生まれたりだとか、うん、費やす時間がね、はい、まあ、例えば3番だったら3番に費やす時間と情熱と、これが費やしてたのに急に7番になるって言ったらガクってきちゃうしさ、だから仕事ってそんなもんだし、はい、まあ、ある程度やっぱそういう風な形を取りながらやった方が俺はいいと思うんだけどね。ね、まあね、ここから後半戦に突入して土曜日から行くわけですけれども、はい、まあ、そうなった時にじゃあ日本ハムが打順どういう風な変化がこう見られていくのか。まあでも新庄監督はステレオタイプじゃないからだからいろんなことをやりたがるよね。これ今年の最終戦までそんな感じになりそうですかね。やったらまたチームの形がなんかこう分からなくなるというか、はい、やっぱ万波がオールスターでね、あれだけの、ね、活躍ができる、はい、やっぱ素材だし、だから万波を中心にチームを作っても、まあ、いいような気はするよね。そうです、あと野村をどうするか、ね、そうですね、野村が1枚加わって状態が良ければクリーンアップに入れてもいいし、だから1から6までは固まるかなっていうふうには思ってるけど、ね、そうですよね、うん、そしたらね、7、8はキャッチャーっていうのは日替わりっていうか、まあ、ピッチャーに合う人をかぶらしてもいいけども、うん、基本はじゃあ伏見でいくのかとか、はい、あ、まあ、そういうことだよね、うん、だからまあ伏見が7番打つんであれば8番9番ぐらいだよね、変えてもいいっていうの。そうですよね、うんうん、と思うよ、まあ、
あとは DH とね、はい、変えてもいいと思うんですね、まあ、そういうふうにやってちょっと腹くくって落ち着いた方がなんとなくいいよな。で調子がいい時って何あっても流れはいいんだよ、うんうん、だけど流れをつかむためにある程度の固定は必要かなって思うんだよね。そうですね、ちょっとある程度固定をして一定期間それで戦って結果というかそういうのを見てみるっていうのも悪くはないですよね。だからあとは今川が打たないとダメだよそうですよね、今川焼き今川頼むぞお前本当にもう。そうですよね、もう並べちゃうぞお前家族ずっと一番からみんな今川だよそれあのね、あの今川選手の顔が全部4番まで並ぶもう今川がもう雰囲気変えてくれるから。そうですね、それを後半戦期待しましょう。頑張れ、はい。